ここかい。練馬店到着です。はい、というわけでナップスでお買い物をしてきました。じゃじゃーん。今日はねセールだったからね、ちょっと行ってきまして、何を買ってきたかというと、破産じゃーん、じゃーん。はい、まずは念願のメッシュジャケット、タイチのメッシュジャケット、新しいバージョンです。超可愛くない？この色、ピンクとブラックでさりげにタイチと書いたの。でもね、あの背中とソフトのやつだけどね、背中と肘と肩にはあのプロテクターが入っています。入ってました。いや、ちょっと着てみよう、着てみよう。よいしょよいしょ。してみますよ。ねえ。行きましょう。よいしょ。よいしょ。はい。じゃじゃーん。どうこう、超似合うし、私これ。え、超可愛くないこれ。マジで。マジ超可愛くないこれ。やばいよね。ほら、見て見て。マジ可愛い。で、この、レディースサイズっていうか、レディースサイズなのね。レディースのデザインだから、ウエストがちゃんとこう、締まってて、ちゃんと可愛い。可愛いです。ね、こう。背中もバッチリ入ってるし、こういう肘とかもこう、入ってるから、バッチリですね。ね、こう。で、これに、なんと、胸部プロテクターです。ババーン。海外の方の企画を通ってるやつなんですよね。その硬さみたいな。あ、テクセルって言われた。テクセルチェストプロテクター。フルチェストタイプ B です。開けてみます。これね、なんかね、あのタイチはそのグレードアップキャンペーンみたいなのをやっていて、やってるって言ってて。これ、ジャケット、ほら、プロテクター入ってるでしょ？プロテクター、バージョンアップさせるみたいな意味合いで、一緒に買うと値引きがね、されているみたいな感じ。で、ちょっとお安く手に入りました。開かないんですけどね。ちょっと待って、こう。ちょっと待って、これ。テンションバリア上がるで、これね。早く、バイク早く注文しようかな。開かない。私いつもなんかさ、箱開けられない病じゃね、これ。じゃじゃーん。はい、硬いやつです。これね、やっぱ女子用だからこう胸のあれのようにこうちょっと湾曲してます。これをここについてるこのスナップボタンのやつにくっつけて、で、まあ、本当はこう全部くっつけるんだけど、3つのボタンにくっつけて、はんやろ。つけまして。で、閉めると。プロテクターだけど、これもう安心です、これ。いいね。あ、すごい、鳩胸だね。鳩胸。ちょっと鳩胸になりますよ。でもまあ、安心ですから、こう乗るわけです。開けて、脱ぐと結構取ると。あっちゃーみたいな。セパレートタイプもね、あったんだけど、やっぱり安心を買うためなんで、ね、安心用のあれを買いました。で、これ、なんかベルトもね、別売りで、ベルトが、この、ギュって、ジャケットを着なくても付けられるベルトがあるらしいので、まあ、もしかしたらそれも、まあ、今度買うかもしれないですけど、とりあえずこれも買いました。と、もう一つが、じゃじゃじゃーん。じゃ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 ーん。はい、タイチのグローブです。レディースメッシュグローブです。
プロテクターがついてるやつです。なんかね、私全部見た限り太一のデザインやっぱ好みでしたね。ですよね。もうバッチリ手の大きさはこれね、私サイズは WM の方でした。一定そんな大きくないのにね、こうバッチリ黒くて、ここもこうこういう風にギュッと締めれば日焼けもしないと、しにくいと、バッチリじゃないですかっていう3つを買ってきました。なんかね、あ、ちょっとこう太一って書いてかわいい。太一のデザインがやっぱ一番好みだったな。他のももちろんあったんだけど、うん、なんかね、レディースはやっぱちょっと少なめで男子ものの方が多くてあれだし、あ、これスマホも触れるやつ、スマホタッチあったんだけど、でもやっぱね、こう太一のやつだけね、極端に女子っぽいんだよね。ちゃんと女子っぽい、かっこいい女子っぽさがねちゃんとあって、というわけで私は応援しました。まあ要はね、プロテクターこれつけて走れば全然大丈夫。これだから冬用のジャケットとかを買った際もこれをそのまま使えるので、タイチのやつを買えばいいし、多分タイチじゃなくても大丈夫っていうことになってるはずなので、いやーでも安心だなこれ。いやーちょっと早く乗りたいなバイク。あーすごいわ、超ハトムネ。ただこれ出かけるときは私ちょっと大きめのバッグ持ってかないとダメだね。それがちょっとあります、ね、だからヘルメットを持ち歩くのと、あ、そうそう、ヘルメットもね見てきたんですよ。ネオテックと試して、ネオテックと Z7 だったかなを試して測ってもらってね、で試してきたんですが、あのね、ネオテックはね重い、本当に重い。ただ安心感あるけどね、ぐらつきはないんですけど安心感はあって、あのフィッティングもしてもらってね、私は M サイズのあと前後にこんな薄いスポンジをちょっとだけ入れるみたいなフィッティングだったんですけど、とりあえず今日はねまだね重さがね悩む Z7 ってやつがあって、 Z7 ってやつがすんげえ軽かったんですよ。あの普通のフルフェイスなんだけど、当然普通のフルフェイスなんだけど軽くて、ちっちゃいよね、大きさもちっちゃいし軽くて、どっちにしようかなって超悩むところですね。 Z7 はほっぺたがね超ギューってなるんだけど、ギューってなるんだけど本当に軽い。あの私が持ってるちょっと教習所用に買ったね、私が教習所にこの子買ったこのニコニコヘルメット、これね、これ超可愛いニコニコヘルメットとそんなに変わんないと思う。ニコニコヘルメットは教習所だからあんまり負担では使うつもりはないんだけど、ただあのフルフェイスはやっぱりね暑い暑いです、暑いですね。あれはねもう走ってなかったらやってられないと思う。暑いですよ、フルフェイスは。ちょっと暑すぎ問題が半端ないなっていう思いましたね。フルフェイスはね、暑いです。暑いです。ね、ただ、ネオテック、でもネオテックにしようかな。あの、やっぱ、ガチャってさ、この、フェイスがね、オープンするやつの方が、便利かなっていう気がするんだよね。重さはね、慣れるかな。慣れたいなっていう感じです。あ、ちなみにですけど、この3点で、グローブと、プロテクターとジャケット3点で33,588円、いい感じじゃないかなと思います。そんなね、そもそもその、まあ、多少安い、通販が多少安いけど、うん、やっぱフィッティングがあるのでこのぐらいの価格は、まあ、フィッティング代というかね、案内、お姉さんに案内もしてもらって、それって妥当かなと思います。そんな感じで、なんか勢いづいて買いに行きましたが、いいものを買った気がします。このジャケットに関しては、このメッシュジャケットに関してはやっぱ行ってよかったと思いますよ、本当に。うん、やっ
っと着ないとね、わからないから、だから次からは着なくてもいいから、次からは別にそのどこのお店で買おうが、このサイズで買えば、タイツだったら間違いないと思うんですけど、とりあえずはもう、はい、行ってきてよかったと思います。なんかね、だんだん着々とライダーへの、本物ライダーへの道が突き進められていっております。いい感じだと思いません？うん、このプロテクターのこの後、カーボンなんとかだから超強いって言います。白のやつと白黒、黒と白のやつとが赤と黒のやつがあったんですけど、黒が一番邪魔じゃ、デザインの邪魔にならないかなと思って黒にしたんですね。というわけでね、今日はね、タイチのジャケットでしょ、レディースジャケット、メッシュジャケットと胸部プロテクターとグロー、この3点をゲットしてまいりました。先行とか、まあこれがまあ、2ヶ月ぐらい、ん？ 4 月5月、多かった。2ヶ月今日、ちょっと飾りになってしまうんですが、まあ、ね、どっちにしろ100は買うものだったので、いいかなということでね。うん、楽しみだな、本番が超楽しみ。っていうわけで、今日はこの辺で、さっきじゃあね、バイバイ。